よし、じゃあね、ある程度レベル上げしました。まあ、上げたんだけど、ちょっとね、発生外でね、武道の城のね、炎の爪を取ってきました。だいぶね、これがあるとレベル上げしやすかったんでね。これ使うとね、メラミの効果があるらしいんだよね。そう。これを使ってね、戦っていきたい。で、あとね、ちょっと調べたんだけど、できれば、ゲントの杖はね、ハッサンに持たせた方がいいらしい。ハッサンも回復薬に回した方がいいらしいね。再挑戦。さあ、リベンジだ。主人公はまずは、炎の爪、ムド。で、大体聖剣好きはまあ効くらしいからやっちゃおう。で、ミレイユはスカラ、主人公からやっていくか、まず。で、チャモロは何すりゃいいんだ。知らん。防御でもしとけ。お前は防御だ。もう回復役だから、お前は。お、52ダメージ。まあ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 。おー、まあ、火炎、まあ、火炎も痛いけど、まあそこそこだね。真空切りちょっとめんどくさい。あ、早ぶさ切りじゃないから、まあ、まだマシかな。どうなんだろう。よし、53ダメージ。攻撃しないでね。よし。あー、待って、ミル死んじゃった。あー、くそ。どうしよう。待ってよ。考えろ。とりあえず、ムードを倒しちゃいたいんだよな。でも、とりあえず、ここは、ちょっと、もう一回、なんだ、ひっくり返そう、状況を。アジャラ、回復して、で、ミレイ、生き返らす。よーし。お、ルカナ、あー、やめて、ルカナ、やめて。よし。生き返った、よし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 、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ここじゃ体勢立て直そう、一回。ハッサンでほえみ。あ、逃げられたか。まあ、仕方ない。炎の爪。お、倒した。よし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 。待ってよ。主人公によって確か回復やってるはず。よし。ここでちょっと、回復しよっか。よし、倒した。勝ったー。お、あ、じゃあレベルアップ。18だ。深く思い出す。思い出すシリーズあんま使わないんだよな、俺。さあ、まだあるんだよ。まだ、か、やめてーああ、やだ。戦いたくない。できれば。もう、この曲は好きだけど、子供の頃のトラウマ、もう、ここで積んだから。幼稚園とか通ってた時、遊んでた時、ここで積んだから、俺たち。俺、もう、すから、どうしようか。どうしよう。チャモロどうしよう。とりあえず、防御。おお、効率が痛い痛い痛い。ベホーミーでよかった。やばい。これはまず、まず死ぬかも、誰か。何このコンボ。強すぎじゃない？倒れない。何かかして。耐えて。ああ、やめてー、ダメだ。いや、これ勝てるぞ、頑張れば。ないな、じゃん。そうそう、倒れてくれないかな。お、通常攻撃は全然 OK だよ。勝てよ。ここまで来たんだ。おーし、倒したーやったー。おー。子供の頃の屈辱が果たせた気分だぜ。スーパーファミコン版では初めてムードに勝ったのは。やっと勝った。はぁ、疲れた。ミレイユが光った。やったー、めちゃくちゃ嬉しい、なんかこれ。頑張りましたよ、ほんと、ほんと頑張りましたよ。あ、待って、あ、待って。え？ちょーい、待ってくれよ。
これで合わせてたかな。よーし、なんとかここまで戻っていった頑張って倒したぞ。よーし、平和が訪れるね。お、はい、何言ってくれるんだい。あ、イカたちのせいだ。チャムロに装備させようか、これじゃあ。よし。お、なんだい？はーい。よし、話とは何でしょう。お、やっぱり王子なんだね。おお、息子。正しく私たちの息子を見ている夢。よーし。そう、実体がいるんだよね、そう。そう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 。これ合体するんだよ。了解。じゃあ。了解。了解だ。じゃあ、ここから自分探しの旅手ですね。いわゆる。